みなさんこんばんは Music Today へようこそ。指揮者の原田敬太郎です。Music Today では皆様とゲストの演奏を一緒に見て、リアルタイムでゲストに質問などコメントをするライブ配信番組です。そして Music Today はバイリンガルな番組です。日本時間の夜は日本人アーティストと日本語で。アメリカ時間の夜は海外のアーティストと英語で。英語のリスニングを上達したい方は、ぜひ英語の方をご覧ください。 配信後は字幕をつけてご覧いただけます。ここら辺に字幕ボタンがあります。あの、ここ最近よくツイッターとかのコメントで、その配信、英語の配信をよくご覧のか、ご覧になっている方で、日本語の字幕が出ないっていうコメントがあったんですけど、実はライブ配信中には、そのこの字幕のボタンをここ押しても何も起き、起,な起きないんです。配信が終わった後に、えっ、ー、と、字幕が多分2、3分後くらいかな。あの、 字幕が英語のがついて日本語のが自動的に出てくるシステムになっていますので、でもね、テクノロジーもすごくあのアップグレードされているので、もしかしたらその生での,あの通訳、そして字幕が出る時代もそんな遠くないんじゃな,じゃないかなとは僕は思っています。お気づきの皆様もいらっしゃると思い,思いますが、今週は、えー、っと、吹奏楽、そして木管楽器がテーマになっています。 昨日は、えー、とシアナウィンドのクライネット奏者、飯島,さん飯島泉さんとで、今日はサックス奏者の上野晃平君。明日は、えー、と東京高生ウィンドの指揮者、マエストロ、大井武く君。そして土曜日は実は僕が企画した題名のない音楽会の,の持ち込み企画なんですけど、サックスで音楽を楽しましょう、楽しみましょうという企画なんですね。午前中に題名のない 音楽会が放送されて、その夜9時に、土曜日の夜9時は、ミュージックト d a でそのメンバーたちを集めて、えー、っと、今日の題名の、その日に起きた題名のないのことを話したいと思っています。こういうふうにテー,マテーマを作って1週間を過ごすのもいいなと僕は思っています。それでは今夜はゲスト43人目です。もう43になりましたね。もうすぐ50になる。頑張んなきゃ。 さてゲストを呼びしたときに拍手が私たちは聞こえませんので、ぜひ下のコメントで絵文字で拍手のボタン、または888というふうにこあの拍手してください。そして盛り上がってください。そしてコメントをたくさん送ってください。Please welcome today's special guest, サクソフォン ist Kohei Ueno. こんばんは。お元気ですか元気です。 いや、すごいですね。やいや、僕も生配信してますけど、すごいクオリティが違くてびっくり。ぜひぜひ、あの、後編もこういう感じのクオリティの。すごい、<の> BGM まで流れて、てもうちゃんと番組になってると思って、うん。僕はね、なんかテクノロジーが大好きで、こういうことをするのを、 好きなんですよね、はいえー、しかも今ちょっと時間があるので、うん、こういうふうに <laughs> あのクラシックのファンの皆さんに少しでも近づけてあの私たちのねそのパーソナルな <laughs> あのステージでは見せられないすごく今、はい、普通の人間であるキャラクターを皆さんとね <laughs> 触れ合うことが紹介できたらいいなと思ってこういう番組を作りました。いやすごい、うん <laughs> いやでもありがとう。うあのー、<laughs> 頑張って頑張って。えっ、ー、と、浩平、はい、と僕との出会いっていうのは、実はもう本当に最近なんですよね。そうですね。えっと、はい、僕がちょうどオペラシティでリハーサルしてるときにちょっと会いに来てくれて、そ,うそうこれがその時の写真なんですけど、あその時のでも、<laughs> そうそうそう、その時の写真で全然、あのー、ゆっくりね、会話をするっていうことはできなかったんですけど、うん、でもそれ、うん、それがきっかけで、 あのー、仲良くなって LINE とか Facebook とかでいろいろとねつながって会話したりましあまり音楽のことは会話しないけどでも全然くだらない会話をよくしてる、うん、感じですよね <laughs> 確か<に> <laughs> いやいやでも今日はすごくう嬉しいです来てくれてありがとうございますこちらこそですありがとうございます さて、音楽が始まる前に、いろいろと皆さんからこんばんはというメッセージがしています,あすい。ありがとうございます。もうね、浩平があまりにも人気でね、はい、コメントがね、数えきれないぐらいあるから、ちょっと全部は紹介できないんですけど、<laughs> あの、<laughs> 原田さんの YouTube、ありがとうございます。浩平君の多分ファンですね。えっ、ー、と、あ <laughs> その、あ、僕の、そうなんですよ。今日ちょっと角度変えてみて、あの、少しずつ360度いろいろと変えていこうかなと僕は思っています。<laughs> いつもはね、<う>こっちの、こっちの棚、楽譜の棚しか見せてなかったんですけど、今日はちょっとこっちの角度とか、お二人の熱いトークが、と、め言ってる方もいて、まあまあ、いろいろと、あのー、あ、リードとかの質問も、 ありますのでい,いろいろと後でそういう具体的な会話に行きたいと思いますさて、はい、まずはじめにイベールーー、はい、この曲はどういう曲ですか教えてください、はい、もうもうね大好きな曲で、えーうん、イベールがあのこのアルトサクソフォンとガソリストでで十一の楽器のためっていうことでそれぞれの楽器が一人で演奏できるようになってるんですね うん、そういう曲です。1900、えっ、ー、と、これは33、35年かなうん、そうですね。うん、そう、1935年の曲ですね。とってもおしゃれで、えー、えなんて言うんだろう。結構、ジャズの要素もこう、含んでたりとかして、ちょっとスウウィン、うん、スィングする感じ そうね。うん。その35年ってことは、イベールは確か、うんと1890年生まれだから45歳の時の作品なんだけど、はい、あの、ラッシャーのために書かれたんだよね、シガード・ラッシャー。さすがです。そうシガード・ラッシャーという、まあ、アメリカの、あのーまあ、ハイトーンがもう超絶、あの、サクソフォンのこう、フラジオ奏法っていうんですけど、標準音域よりさらに上。 え、高い音も高い。本当にそれまで出せなかったような音をどんどん開発していった人なんですね。このラッシャーっていう人は。うん、で、その、うんお、そのラッシャーのために書かれてます。で、あの、クラシックサックスフォの父と呼ばれるマルセル・ミュールっていう人がいるんですが、あの、うん、そのミュールもまあ助言したりなんかして、まあ、この作品との関わり合いはまあ深いですね。 うんうんうん、そうなんですよね。いや、でも、その当時、本当にサクソフォンのために作曲をするって、もうサックス自体がまだ若い楽器だったじゃない、うん、そうですね。まだ生まれて100年経ってないですからね。1935年っていうと。うん、だから、アドルフ・サックスさんがどれだけいろんな素晴らしいヨーロッパの作曲家に声かけて、僕のこの楽器のために書いて、 曲書いて、曲書いてっていろいろと回って、デビッシーまでねあの書いてくれて、そういうことをして、宣伝をしてくれたから、イベルっていう作曲家も書いてくれてね、すごくやっぱいいですよね、サックスの曲がこういうう。僕、大好きな曲です、こんな曲。うううんんん実はね、イベルっていう作曲家は、あのはい、ミオーとあのミオーっているじゃない、作曲家。はいはい、は彼とあのクラスメートだったのよね、パリで。うんうんうん ミオもかなんか同じ先生同じ作曲の先生から学んでいたその美桜とイベールでんかその二人が仲良しだっていうことを知るとなんかちょっと曲もなんか競い合ってたのかなとか曲もそういう雰囲気なこのパリサウンドっていうのかながあるのが、はいね、両方とも公平は弾いてるから分かると思うけどうなんかあるよね、うんうん、指の使い方とかが。あのー <laughs> そうですね。うん、そのサウンドあの指、指って本当におっしゃる通りで、この指の流れがちょっと、例えばスカラムーシュとか、あのうん、一楽章とかすごい似てるかなって思うところもあるし、あとは、ね、あのクラシックのサクソフォンがやっぱその当時のフランスですごく発展した、うん、ので、他の、そうですね、まあ、その時代ちょっと後にもなりますけど、デザンクロとか、うん、アルフレットデザンクロとか、ね。いい フローラン・シュミットとかね。うん、やっぱりその当時のフランスでものすごくサクソフォンのための曲がどんどん生まれていったっていう時代だったかなと思います。そうですね。この11の楽器のためっていうんですけど、うん、これがフルート、はい、オーボエ、ファゴット、はい、ホルン、トランペット、バイオリンが2人、ビオラ、チェロ、 コンントラバスそしててサクソフォンっていう11人なんですけど実はなんかこれ、はい、僕ね、イベールは自分もサクソフォン奏者でいるのにもかかわらず、イベールのサクソフォンコ,ース、はい、コンチェルト、このコンチェルトカメラを知る前に、うん、僕フルートコンチェルトのことを知ってたのねああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、なんかやっぱすごく似てる雰囲気が、はい、ね、そう、うん、雰囲気もなんか作り方も似てて、はい、その曲を初めて知って、 てからサックスのこのコンチェルトとカメラを知ったからあ、はい、すごくなんかあ似て作曲家って同じようなそのイベールの作品って、うん、イベールのそのなんていうの香りとか色とかがやっぱ抜け出せないんだなっていうのがすごく感じたのね。なるほど僕はねこれ、うん、初めてこの曲聞いたのが小学校6年生の時だったんですよ。 へー。初めて見たのが、そう。小学校6年もサクソフォン始めてて、で、友達のお父さんが持ってた CD が、ジョン・ハールっていうイギリスのサクソフォン奏者のうん、うん、競争曲の CD で、それに入ってたんですね、この曲が。うんうん、で、うん、そうでね、なんて、結構衝撃的でしたね、この曲との出会いは。なんてこう、大人の音楽なんだろうって当時思いました。小学校。へ なんておしゃれで、ね、そう、ジョン・ハールの演奏、なんていうかおしゃれで大人の音楽なん,なんだろうって思いましたね。 やっぱジョン・ハールだとやっぱ結構独特なサクソフォンの色だよね。うん、そう今思えばかなり独特な演奏です。全然違う。ジャンルっていうのがの色,の色の使い方が全然違うサクソフォニストだと思うね、ジョン・ハールは。そうまあ、作曲家としても、ね、著名な方ですからね、ジョン・ハールっていう人はね。うんう,んうん、それが初めて聞いたんだ。まあ、そう い,やい,い,いいですね。僕はね、サックスのきっかけはね、須川、はい、さんだったの。菅さんのね、ビュースフォーっていうあのブルーのアルバムが。美し,美しい夕暮れかなそう、それのアルバムをたまたま CD 屋さんで見つけて、それがきっかけでうん、うん、僕はもうサックスの道に行くっていうふうに決めた。それは日本で、うん、うん、そう。日本で。そうそう,そう さあ、イベールですが、これはどこでの演奏でしょうか、はい、これはね、岡山あです。岡山フィルさんとの共演で、園田さんの指揮ですね。えー、すね去年の夏、うん、去年の夏ですね。<れ>園田さんはもう、ね、素晴らしいオペラ指揮者なので、メロディーとか、メロディーの流し方とか、うつあの表現の仕方がとても素敵な指揮者な。うん そうでした,そうでしたそうここから早くなりますねここ楽しいよね楽しいオケ <laughs> <laughs>、OK、は大変なキーだけどそうそうそう弦楽器大変 <laughs> 弦楽器大変 もうイベールは何回ぐらい本番演奏したことあるああいやもうけ結構やってますねこれはうんうんうんオケとやったのだけで5回ぐらいはあるかなお素晴らしいうんでこの時はあの最低人数でやってないんですけどあ本当、ね、んだうんちょっと多いんですでもこれでも減らしてもらったんですよで <laughs> 11人じゃなきゃダメじゃん <laughs> そうそうそうでもね <laughs> あんまりね11人でやる習慣がないんですああそう、うん、やっぱり華やかに見せたいっていうことなのか大体行くとお多い人数ででもね当時の,そのイベールがこの曲書いた時の演奏してた会場とかは、うん、まあオペラハウスとかね、うん、あの教会とかでやってたけど 会場がちっちゃいのよね。会場がちっちゃいから11人でも全然音はすごく響くようなところだったんだけど、でも日本の会場って大きいじゃない確かにね。うん。ここも、うん、2000人ぐらいのホールなんで。そうそうするとやっぱり、うん、その弦楽器が負けちゃうのよね。そのうんうん、うん、管楽器もいる,<ら>いるからね、これはそうですね。そそうそう,そう、うん、だからやっぱりなんか増やすのはいいバランスだと思う。それは、うん、ナイスアイディアそう。でもでもね、僕。 どうしててもややっぱりり11人でやりたくて、えーとね、<laughs> 戦ったんだそうで2月にメイフィルさんともこの曲をやったんですね、うん、その時は梅田さんの式でやったんですけどうん、うん、その時はもうすごいわがままを言ってそれを聴いていただき、うん、最小人数11人でやりましたはあいいですねそうするとやっぱりすごい軽やかさこのイベルの独特の軽やかさが出るんですよね えーあのー、コメントで、マルサクソフォンという方が、イベル2月の名古屋聞きました。ありがとうございます。そうそうそうこれカデンツァ、うん。このタッタっていうのをちょっとサックスわからない人に説明してあげて<う>いただますかこれスラ,スラップタンギングっていうやつですね。えー、とリードをこういうふうに下で弾く。 そうですうん、うん。綺麗だな。一生かけてもそれできないわ。いや,いやいや。<laughs> <laughs> この曲ねリ、僕、リサイタルでもやってるのよ。ああ、そうですか。高校、高校の時のリサイタルで、これ弾いてるんだけど。いやいや、高校のリサイタルで、これやってるのが、まずすごいですよ。<laughs> いやだって別にクオリティが良かったなんて言ってないよ。単にやったっていうことだから。<laughs> いや、そのチャレンジが素晴らしいですよ。うん、うもうこっからがね、僕一番好きなとこ。うん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 。ああ、楽しんでる。すごく素敵。そう。 そんなに幸せな時間はないっていう時間です。これ。 いやー上手だわ <laughs> 叫んでる叫んでる <laughs> <laughs> ありがとうございます素敵いやーいいね音がとにかく素晴らしいありがとうございますあのーうん、質問が入ってますけど一つ気になったことですが上野さんのストラップのフックは特注品ですか、はい、というはいそれだその赤いやつ特注品ですここのフックがね 普通は黒いんですけど、これに金メッキがかけてある特注のやつです。うん、僕のは。へぇ自分で作ってんのそれとも作ってもらってるいや、作ってもらってます。へえー。でもそのさ、赤いストラップも素敵ね。そう、これもね、<い>特注なんです。<laughs> 赤がすごい好きで。まあ今日も後ろに赤い、赤い電車がいますけど。ね、あ、本当の？そうそうそう、好きで。なんか、あの、ほら、電車マニアじゃない は,はいはいはい。だから、はい、なんか、電車の、なんか、パーツで作ってるとか、そういう、それぐらい間に合ってたらいい。<笑><笑>あ、それ、<laughs> いいアイデアですね。お、なんだろう、う釣り革で作るとかなんだろう。うそうそうそう、釣り、なんか、ベルトがあるじゃん、<laughs> 電車の。あれで、こここにこうやって作っうああ、確かにね。あ、確かに、ここのベルトは釣り革ベルト使いますね。うん、あ、いいアイデアいただきました。いい んかじゃあ一番最初に作ったストラップは僕の名前で名前にしといてねあっ OK ですですちょっと名前入れてもらうようにしますここに OK さてさてえとまあ浩平のファンの方もたくさん今見てると思いますけどでもまあさっきの平のことはすごくねテレビでもいっぱいピックアップされていてもうプロフィールを言わなくてもいいんだけどでも少しサックスを 始めたきっかけを話してもらいたいのと、うん、あとはプロを目指したその自分の人生のターニングポイントを教えていただきたいと思います。うんはいえー、きっかけは、えー、と小学校2年生の時ですね8歳の時に、うん、あの通ってた小学校に吹奏楽部があったんです。うんうん、でその吹奏楽部の演奏を初めて聞いた時にあこれに入りたいってものすごく思ったのがまず最初のきっかけです。うん で、それまで音楽やったことなかったですし、<ー>楽譜を、楽譜も読めなかったですね。で、そこからサクソフォンを始めました。ふーん,、うん。で、まあ、プロになるというか、まあ、すごく大きな出会いとしては、それこそ慶太郎さんと一緒で菅先生の,あの演奏に出会ったのが小学校4年生の時ですね。10歳の時に、えー、僕が住んでたのが茨城県の東海村っていうところの出身なんですけど、うんうん あのそこのホールに先生がリサイタルをされに来てでそれを聞いてこんな音出るのかとかもうわかるわかるすがありますでしょわ、ね、かるうう、ね、当時の小学校の吹奏楽部でただ吹いてる少年からしたら、うん、それはそれはものすごい世界が広がってるわけですよ目の前で、うん、そうねなんなんでしょうね菅さんの<う>あのオーラからあの楽器から奏でる たくさんの方が菅川さんの作ックで人生変わったと思うんだ僕いや本当にそう思いますそのだから僕もそのうちの一人なんですけどその時に初めてやっぱりすごいものを聞いてうまくなりたいっていうふうに思うようになったんですねでもう小学校6年生の時にはもうどんどん音楽にのめり込んでプロになるっていうふうに決意をしてましたね 最初の吹奏楽を見て、ああ、これやりたいと思ったときは、もうそこからもう作すって感じだったのそれともいやいや、全然全然,全然、もう楽器の名前も分からなかったので、あのうん、いろんな楽器をこう音、ね、出したり、体験していくんですね。で、一番第一規模、一番やりたかったのはトランペットだったんです。お<ー>、うん。それはやっぱり目立,ち<で>目立ちたかったんですよね。分かる かっこいいから。かっこいいよね。そう。なんかモテそうだよね、一番てそう。そうなんです。うん、そう。<laughs> で、まあ、サックスは、あの、第二規模にしてたんですけど、まあ、その理由も、うんうん、あの、新品のリードの味が好きとか、そう、あの、リードの味が美味しいとか、あと楽器の見た目が面白いとか、そういうところで第二規模にしてたんですね。音のことなんてもう全然わからなかったので、うんうん、当時は。で、その時に、コモンの、 先生があなたはアルトサックスっていう、うん、その一言だけでうん、うん、僕はサクソフォンを吹くことになりましたなんか大人になってその先生に聞いたことあるなんで僕はサックスだったのって、うんうん、聞きましたつい数年前に聞いて<ー>そしたら上野くんのキャラクターだったり生活態度を見てたらサックスだったでしょって言われたんですねその時 <laughs> ああ何か几帳面ってこと何どういうあの 特に具体的におっしゃらなかったんですけど多分その、うんうん、あこの子トランペットではないなサクソフォンだなっていうふうに思ったんだと思いますああでもね別にトランペットの奏者が几帳面じゃないっていう意味で言ったわけじゃないんだけどその、はい、なんかサクソフォニストってすごい、はい、えっとなんだろう日本語で英語でペッキーっていうんだけどピッキーってもうすごいなんかディテールんかすごい細かいことに、はい、なんだろう うん、おあんま大雑把な人間じゃないと思うのね。なんかこだわりがこう時時がこだわりがすごい、ねうん、すごいこだわりがある人間結構さなんか,かん簡単じゃないじゃん作戦って見た目は簡単なんか雰囲気は簡単でえ、はい、まあ一応演奏する音を出すのはそんな難しくないけどでも、はい、本当にそのある程度のレベルに行ってすごいプロを目指してすごくいい音を出すいい楽 ね、そ,そういうレベルになっていくと、もう1ミリ単位の仕事をするじゃない私そうですね。特にこの楽器が楽器が本当に優れていて、例えて言うと、うん、こっちがあの吹き手があの息として、えー、例えば50のことをやったら70ぐらい音になっちゃう楽器なんですね。うんうん、他の楽器に比べて、ね、だからこそ、うん そのちょっとしたミスだったり、こうちょっとしたこう力加減が雑だと、より雑に聞こえてしまう楽器だなっていうふうには最近思いますね。そうね、確かに。うん、それはすごく言えてる。えっと、一つ,つ質問があるんですけど、キャリアのことだと思うで、はい、ちょっと顔がかぶさいちゃうんだけど、ちょっと一回読んでみてください。<laughs> サックスで吹奏楽、ジャズ系に行った人なのですが、クラシックでプロのサックス吹きになるには、オ、OK、ケのレギュラーにない楽器ということに、キャリアのオプションが狭かったり、 他の楽器にない孤独感があると思います。上野さん、その点で悩まれたことありますかまた、これからクラシックのサックスのプロを目指す方にアドバイスはありますかなるほど。うん。あの、まあ、オーケストラに入れないんですね。確かに。そうね。うん、うん。で、でもその点で悩んだことっていうのは僕はないですね。うん。うん。あの、 それこそ小学校6年生の時にその音楽家になる決意をしたっていう風にあのさっき話しましたけどその時にはもうオーケストラが大好きだったんですとにかく。うんうんうん。とにかくオーケストラが大好きでオーケストラの CD ばっかり聴いてたんですけどでもオーケストラいないからって他の楽器にしようっていう風には思わなかったんです僕は。でそれなぜかっていうとこの楽器サクソフォンという楽器自体にもものすごい魅力を感じてたんですね。 うん、で今こうやっていろいろ活動してくる中で、えー、例えばオーケストラの曲をサクソフォンとピアノにアレンジしたりとかしてそういう形でこうオーケストラの作品との関わりを持っているそういうことなんですね。うん、バッハの作品をサクソフォンでやってみたりでそうすることによってこのサクソフォンという楽器の今まで見えてこなかった魅力があぶりだ出せるんじゃないかっていうふうに思ったりとかするんですね。 最近だとフランクのバイオリンソナタに取り組んでたりとかしてるんですけどそういう感じですかね。うん、あのねサックスってなんかサックス知ってる人は全然そんなの知ってるよと思うんだけど実は、はい、その世界的にそのヨーロッパとかアメリカとかのコンクールここね、うん、多分ね僕がね学生の頃ぐらいからなんだけど2000年前半から、はい どの国際コンクール室内学コンクールは絶対っていうぐらいサックスのカルテットが優勝していくわけよ。うんうん、で多分 <laughs> そのもう本当にバンフとかもあと,あとアメリカにあるあのフィッシュアフっていうコンクールもあの一番トップのやつ、はい、もうもう毎年っていうぐらいまたサックスコンカルテットが優勝しててそれはなぜなのかなっていうのが最近ねうん、うん、なんか。 考え始めると弦、まあ、弦楽楽器器もももちろん素晴らしいのね弦楽器カルテット <laughs> ただし、はい、そのすごく今もう昔からその慣れてるサウンドじゃないでサックスのカルテットの世界って <laughs> もう言葉じゃ表現できないほどすごいいろんな音色ができて <laughs> 特に今の作曲家たち現代の今生きてる作曲家たちが もうとにかくサックスカルテットに曲さえ書けば絶対売れるっていうぐらい、作曲家たちはみんなサックスカルテットにもうそっちの方向に行ってるわけよね。もう作曲家たちが。うん、で、やっぱりサックスカルテットってすごい魅力的で、その、うん、今さっきの質問。 があったけどその別にクラシックのオーケストラの道はないけどで吹奏楽っていう道もあるけどでもカルテットは僕やってもらいたいなと思う。で日本って <laughs> もちろんカルテットねあ浩平の,のカルテットもあったりあとは、はい、トゥルベルとかもあったり、はい、ルミエとかもあるけどでももっとプロフェッショナルなカルテットがたくさんあった でもあっってててそれでももと前に出ててもいいんじゃなるほどなるほどうそうほ本当におっしゃる通りであのその今の作曲家がサクソフォンカルテットにっていうお話今されてましたけど、うん、この今の現代社会のこの情報をあの組み込むのに一番いい編成なんじゃないかななんてもう思うわけですよこの編成としてサクソフォンカルテットっていうのは響きの多彩さだったり、うん、音色の多彩さもそうだし もうね、4本とは思えない響きの量っていうのかな。ホールでやると。うんうん、あのう,、ね、うん。だからこんな編成ってなかなかないし、あとやっぱりサクソフォンっていう楽器自体がもうクラシックだけの楽器じゃないわけですよね。やっぱり、あの、ジャズで花咲いた楽器でもあるっていう、そ,うその、うん、そのルーツもあるので、やっぱりそのバックグラウンドっていうのは、うん、あの、切っても切り離せないものだと思いますし、うんうん、だからむしろそこをこう、 全てをこう包み込んで今の音楽として将来に残せるっていう最、僕は世界最高の楽器だなと思っていて、特にこのサクソ本四重奏っていうのは、その点でもものすごく面白いので、うん、これからどんどんやっていきたいなって思っている分野でもあります,うす、ね。うんうん。そのサックスの魅力を本当にやっぱり、 その日本ってクラシック音楽って思ったらさバイオリンとかピアノとかオーケストラ、うん、でそれもそれでいいんだけどでもサックスっていう風に答えが出てくる人がなかなかいないわけよね。吹奏楽ね <laughs> サックスそれでなんか終わらせるのが僕としてはすっごく。 もうイライラしてむかつくわけよ。まあ、うん、<で>一緒、一緒一緒。で、<laughs> アメリカとかヨーロッパだと、カーネギー・ホールでサクソフォニストが、ソリストとして演奏しているのはいつも見てるし、パリだって、ベルリンだって、ね、ベルリン・フィルだーってサクソフォンソリスト入れてるのに、なんで日本はさ、もっと使ってあげないのだって日本ってサックス王国なわけじゃん。うん、日本って、ね、世界で確か一番人口のそのパーセンテージから考えると、一番サックス奏者が世界で多いのよね。うん、多いと思います。 うん、明らかに多いと思います。うん、でやっぱコンクールとか出るとき日本人だらけでしょに日本人が一番多いですもん国際コンクール行っても。うん でそれだけ優れた奏者がいっぱいいるんだけどなかなかメディアとかなかなか日本人のそのなんか日本のクラシックの雑誌とかを見ているとサックスがメインで出てくるっていうのは本当に公平が日本でデビューそのコンクールで成績残して日本でこうやって出てきてテレビとか出てきてやっとああ救世主現れたスター現れたって思ってる <laughs> いつも、うん、そうだから、まあ、僕ももっと頑張りたいし他にもやっぱいいプレイヤー もちろんたくさんいるし、ね、あの、サクソフォンの面白さってもうね、本当に、あの、さっき50が70になるって話もしましたけど、人それぞれの個性がもう本当に手に取るように分かる楽器なんですよ。うん、音色、音色が。だからやっぱり聞き進めていけば進むほど、うん、だから僕はその入り口に、せめて入り口になりたいなと思ってるんですね。お客様からして、クラシックサクソフォンというこのクラシック音楽の、あの、入り口、 まずなりたいなっってて今すごく思いやだってサックスってさクラシックもできるしロックもできるしジャズもできるしポップスもできるし<う>一番一番人間の声に近い楽器だっていうのを。 知られてなくて、でね、それが、それも理由で、僕、今週の土曜日に題名のないで出るんだけど、その、はい、サックスがこれだけ素晴らしいんだよっていうのを、もうとにかくね、宣伝したいの。でいや、ありがとうございます。<laughs> 僕の、僕の代わりにそんなこと。<laughs> いえいえ、そんなことない。ですけど、あの、まあ、カルテットの話になったので、RevSaxophone 交代、うん、このカルテットの話をちょっとしてください。はい はい。えー、このカルテット、2013年結成かなえー、東京芸大の、お仲間で結成したカルテットです。男4人でやってるんですが、えー、あ、今写真が出てきますね。そうです。このメンバーはメンバーは僕がソプラノサクソフォンです。いいで、アルトが宮越優輝くん。で、テナーが鈴木淳くん。そしてバリトンが田中総一郎くん。というこの4人で活動してます。ナイスナ、ね、イみんなね、イケメン性揃いだね。なんかね。あ、本当ですか。いい結構この継承。 化粧してるからよく見えてると思いますけど。化粧はね、<laughs> 大事だと思う。で、<laughs> CD も出していると。そう CD も今まで2枚。2> えー、1>, 1枚目がデビューアルバムのライブ版ですね。で、2枚目はいろんな、えー、音楽をこう,こう、アレンジしてやってます。これは何でハービー・ハンコックのウォーターメロンマン。ジャズですね、これはね。これあると。この曲に似合ってないよ。あのダルマ確かにね。<laughs> そうこのカルテットやってます <laughs> いいですね。でも CD も出してて、皆さんぜひアルバムをゲットしてください。はい、聞いてください,い。いろんな作品入ってますから。このカルテットとも、やっぱりいろんなコンサートもあると思うんだけど、浩平、あのはい、確かライブ配信もやってるよね。そうなんです。毎週日曜日、レブのー YouTube チャンネルでライブ配信をしています。あ、そうです。これです。ありがとうございます。 えとなので、今週日曜の夜9時からやってますんで、どういうことをさ、ライブ配信でカルテットでワ、イワイいてるのえと前回は、えーと 2>, うん、2人2人に分かれて、それぞれデュオをしたり、カルテットのこう組み立て方なん,なんかについてもこう話したりとかをしてますね。 こうソロでそれぞれやるのと、あのサクソフォンカルテットでやるのって、またちょっと作業,作業っていうのかなあの、やっていく内容もちょっと違ったりとかして、うんうん、そういうとこも話したりとかしてますね。へえ、そうなんだ。いいですね。はい、も,うもっともっともっとたくいろんな本当にクラシックの音楽のお客さんが、サックスカルテットかっこいいんだよ、すごいんだよっていうのをもう宣伝してもらいたいですね、レブカルテットに。うん、頑張ります。もう本当に、はい サクソンシジュソウって超楽しいですから。でも今ね、すごい<お>いい言葉いただいて、幸せを運んでくるってね、うんす、すごくいい言葉いただいたので、それを,、ね、をっもっと、あ、使わせていただきます。<laughs> 幸せをどんどん、<laughs> どんどんこう、コンサート会場に運びたいと思います。えっと、また後編に戻るんだけど、後編の総ロとしての。ねはい、2014年にその、うん、もう、こある あのエイド・オフ・サックス国際コンクール、はい、もう本当に素晴らしい成績を残してで確かデビューアルバムを出したじゃないその年も。はいうん、でそれが2014年ってことは今までもう6年間2020なので6年間経ちましたがこの6年で浩、はい、平上野というのはどういうアーティストだったか教えてもらいたいのとそしてこの次の6年間。 公平上野というのはどういうアーティストになっていきたいか教えてくださいはいそうですねこれまでの6年もまあとにかく必死は必死でしたねで、うん、まあちょっとずつ皆さんにこう知っていただけた6年間だったのかなというふうにも思ってますでサクソフォンで上野公平っていうのがいるっていうふうに、えー、皆様がこう覚えてくださってきたのかなでうん、うん やっぱこれからの6年間もっともっと全世界に聞いてもらいたいなってやっぱ僕思ってて。今はやっぱり活動の中心がほとんど日本なんですね。僕は。現状。うんうん、これをやっぱり世界にもっと行きたいなっていうのが今一番思ってるところで。というのも、こう、演奏だけで、こう、飯を食ってるっていうのかな。あのー、ま、コン、うん、あの、クラシックのサクソフォンのコンサートってあんまりね、 海外で盛んっていうイメージが僕はないんですね。日本がなん,なんだかんで一番多いような気がしてならないです。そうですね、うんで。これを、これをちょっと変えたいなと思ってて。やっぱソリストとして活動してもらいたいよね。えーうん、今、た多分、本当にソリストで、えー 世界中、まあ、日本に彼女はまだ来てないと思うけど、イギリス人のサク,サクソフォニスト、女性の方がいるけど、はい、彼女はやっぱりいろんなところ、ヨーロッパもアメリカも演奏してて、今すっごい名前が出てこない。ちょっと今、ないずれ名前出てくるけど、はい、やっぱそういうふうに日本人でも出てもらいたいな、世界にね。うん、日本はもう結構、そうですね。だから、えー、僕がそう思うのは、このクラシックっていう、この、 ジャンルというか、まあ、この音楽文化もう,んうん、うん、今やっぱりこう100年前とか200年前に作られた音楽をこう演奏しているっていうのがまあスタンダードだと思うんですけどこのこの先の100年200年を考えた時に今の時代だからこそあの残せる作品って絶対僕はあると思っていて今生きている我々 だからこそ残せる作品で、そのためにはやっぱりこのサクソフォンという楽器って僕絶対最高だと思ってて、うん,うん、うん、あのー、さっきもね、カルテットの時にのも話しましたけど、この現代のこの情報を詰め込む楽器としてはもう最高なんじゃないかなと思って,て、だから作曲家の方とのコラボレーションで、新しい曲をどんどん生み出していき、うん 現代のクラシック。だから現代音楽っていうとまたちょっと違うとは思うんですけど、僕は。現代のクラシック。だから将来の古典っていうものをどんどんこう発信していきたいなと思いますしそ、それと同時にこのサクソフォンの魅力がこう世界に伝わっていくのかなって思ってるんですね。うん。あのー、僕が今さっき言って、あのー、 言ってたサクソフォニストで今すごくもうヨーロッパとアメリカではもう彼女ばっかしなんですけど、うん、あのジェス・ギラムっていうでサクソフォニストでああはい眼鏡かけてる方だそうで僕ねちょうどねプロムズにいた時にね彼女の演奏がね、うんあのー、やっててねすっごい感動したのこれプロムズ<ー> BBC プロムズではい 5,000人かな会場にいるのお客さん。うん、こういうふうになんかスーパースターが今彼女が一人で若手で引っ張ってってるからやっぱサクソフォンを聴きたいっていうお客さんはすごい増えてってるヨーロッパアメリカは。絶対的にににだからね余、ね、余計に余計に 僕の音も聞いてほしいって思います。そう、絶対出てた方がいいと思い、ちょっと日本から休憩して。ね、うん、ヨーロッパに住んで。うん、そういうのは絶対いいいとうとい。そうそうしたいなって思ってます。<今> <laughs> いいと思います。絶対絶対。<laughs> でもね、これ、まだね、若いし、デビューしてまだ六、六年目だからね。この次の六年間、うん、そういうふうに世界の上のって言われる。言われてな、いくと、すごく、やっぱり。応援してくれる、くれる人たちもみんな嬉しいと思うし。うん。 ぜひぜひやってください。はい。さて、はい、大平君といえば、知ってる人は知ってるんだけど、うん、電車マニアね。はい。鉄道好きです。なんであの、そもそももうね、僕は生まれつき鉄道好きだなというふうに思ってます。<laughs> あの生まれ育った場所が常磐線の線路の目の前で、茨城ので。で 初めて喋った言葉がカンカンだったらしいんですよ。カンカンってあの、踏切の。<laughs> 踏切の、ね。踏切のカンカンだったらしいです。はい、うん、ええー、それぐらいやっぱり、もう、目の前にずっと、あの、鉄道が走ってたので。うんうん。うん。だからサクソフォン奏者になるっていう目の前は、もう絶対僕は電車の運転手になると思ってました。本当はい。ちなみにちょっと、なんか、やったことあるの,、うん、のありますね。えっとね。 おとえっと、去年だ。去年のお5月に、宮城県で廃線になった栗原田園鉄道っていうところがあるんですけど、うん、そこで本物を動かしてきました。へえ楽しかった。最高でした。サックスそうしてるのと電車を動かしたその瞬間、どっちの方が気がった まあ、<う>まあ迷ってる時点でもう、まあ、昔からの憧れだったんでね、それを自分の手でブレーキを解除して、どっちを入れた瞬間に、こう、重い車両が動くあの感覚を味わったときは、自分で叫んじゃいましたね。<laughs> おーっていうふうに。うん、自分がや、ね、動かしてるっていうのは、ね、そう、自分が動かしてんだっていう、その感激ありましたね。 うん素晴らしい。そしたら、はい、あのこの Music Today では、そういうあのいろんな、ね、マニアがあのあのゲストとして来ているんですけど、はい、例えば、えーと、水谷君、東京交響楽団コンサートマスター水谷君はお城マニアでお城のクイズをやったのね。で、この間、えーと、ピアニストの藤田真央、はい、とは、彼は横浜ベイスターズ、はい、DNA ベイスターズのファンだから、かはい、DNA の。あの クイズをやって、でトーフィルのコンサートマスターのええっっととふみあ三浦さん三浦さんはジャイアンツのクイズをやったので、これはもう、This is t o 鉄道クイズやるしかないでしょう。いきますよ。This is t o クイズ How well do you know your train? さて、第一問。第一問。はいこれだけじゃないかな、見せられるのは。 えちょっと待って。だって鉄道マニアだったらこれぐらいでもう分かるでしょ。いや、ディーゼルってことしかまだ分かんないの、これ。もうちょっとヒント欲しい。ケー。あえっと、能登鉄道。おお能登鉄道だ。おッケー次。ええ。あまたディーゼルだ。 えっと、あ、天竜浜名湖鉄道だ、これは。おおえー、よしよし第三問。よし。もうちょっとさ、これぐらいでわかんないのあ、これ一番多電車ですね。はい。すごいね。はい、よくわかるわ、ね。これは今のはもうカラーリングと。じゃあ、うん。はい。あーちょっと待って、これ。 これ、まあ、なんかディーゼルばっかだな、今日。えっと、もうちょっと下に行くとね、わかる。あ、えっ、ー、と、あ、あ。えっと、どこだこれ。三木鉄道。らら三木鉄道。ああ。あったあったあった。オッケー、次は。これこれ、鹿島鉄道です。ああ。 簡単すぎたね。ちょっと。は全部見せたから。これは走ってます。はい。鹿島鉄道、こ立こ駅行きました。もう走ってないですけどね。うーんと、これ。<laughs> ちょっと待って。<laughs> あ、でもね、これヤシの木でしょ。だからこれ、南国で、この黄色い車体だから、多分ね、島原鉄道じゃないかな。長崎県の。すごいおー、イエーイ。<laughs> すごいね。<laughs> やっぱ超マニアじゃん。えー、っと、これはえこの、あ、でもこれ、京阪京阪っぽいな。京阪の車両。京阪の車両で、この、あ、富山地鉄かな京阪、あ、そうでしょ、やっぱ。おーお、富山地方ですよ。すねじゃあ、雪深いな。 <laughs> もうそこら辺から <laughs> 分かり始めて <laughs>、はい。あ、えー、っとね、えー、っと、えー、っとね、これはあれです。高山線の猪の谷から出てる、えっと、神岡鉄道。ですよね、この窓が特徴的なんです。そうそうそう、神岡鉄道です、これ。ええー、いやー、<laughs> うん、感心するわ。はい、あ、これ、もうそれこそです。栗原田園鉄道です、これ。栗原田園鉄道、うん、栗田です、すこれは。 まさにこの車両を運,運転しました。ラストあ、これだったのこれ、うん、これをまさに運転しました。これ。すごいね。うしよし、じゃあ、ラストの質問ね。いきますよ。はい、結構難易度高いの僕選んできましたから。えー、っと、うんと、また地方おっと、違あ、わかった。えー、っと、長野電鉄。 よくわかんね、これだけで。これもうあの、このおでこで、おでこが特徴的なんで、これ元日比谷線の車両なんです。マッコウクジラって呼ばれてた。いやー、すごい。ステンですので、ね。いや、よかった。パーフェクト。よかった。<laughs> <laughs> これでね、一個もね、質問答えられなかったらね、ちょっとあんま立場がね、いやもう本当に、<laughs> 後ろにもね、鉄道の仕事がなくなってしまいます。えっと、最近ね、コンサートとかとかできないんですけど、うん、でも上野君はあのラジオであの、はい、拝見できるので、ちょっと自分が今出てるラジオのことを教えてください。っいうそうです NHKFM で毎週、えっ、ー、と、日曜日ですね。日曜日の午後2時からやってます。かけるクラシックという番組です。市川さやさどう,いう番これはどういう番組なのこれはですね、毎月テーマを決めて、クラシックと何かをかけるっていう番組なんですね。でただクラシックをどんどんかけるんじゃなくて、<ー>あるテーマとかけながら、クラシックをより楽しもうという番組で、えー、<ー>今月はロックとクラシックをかけてるんです。 おお。例えば、キース・エマーソンのピアノコンチェルトを流したりとか。あ、エマーソンいいですね。パ、はい、<れ>ルカス、パルカスの作曲家ね。そうです。あれもう、めちゃめちゃいい曲で僕びっくりしちゃった。うん。いいね、エマーソンのピアノコンチェルトだったり、いいね、えー、あとは、今やってる面白い企画としては、いかにロックなクラシックの作品を探すかっていうコーナーをやってて。うん,うんうんうん。今の暫定チャンピオンが、えっ、ー、とー、うん ヒンデミットのムバンスをビオラ・ソナタなんですけど、はい、それと、皆さんの投稿からこう、勝手にこっちが選んで戦わせるっていうコーナーやってたりとか、なかなか今までにない聞き方をしています。僕の、えー、と Music Today の一番最初の週に、新、えーうん、日本フィルハーモニックのコンサートマスターの豊島康さんが出た時に、ヒ、はい、ンデミットの,あのムバンソー・ビオラ・ソナタでした。あ、そうですか、そうですか。素晴らしい。なん うん、そっかそっか。いろいないくつでクラシックを見ていくんで、クラシックあんまり明るくないよっていう、あんまり聞いたことないよって方も楽しめると思います。いいですね。日曜日ですね。日曜の午後2時からやってます。ぜひ聞いてください。さて、僕からの最後の質問ですが、日常生活だった演奏会がコロナで生活のリズムやバランスなどが本当に変わってしまった今、 公平にとって音楽とか演奏会への気持ちに変化はありますかいや、気持ちに変化。変化というより、その、そうですね。あの、まあ、僕もコンサート自体はもう3月ぐらいからずっとない状態で、うん、まあそんな中、まあなんかやろうって思ったのが、まあ毎日生配信とかをやってたんですね、うん、最初の頃は。でうんうん、その時、その時のか、今はもう週2回なんですけど、 <laughs> そうそうそう。で、今まで以上にこうお客さんとこう会話っていうかな、あのより近くなって、えーうん、その次のコンサートに備えようっていうような考え方でやってて、うんうん、でだから次、ね、コンサートオールで演奏できるようになったら、よりお客さんとそれこそ密になって音楽空間を共有したいなと思ってますね。いいですねあの本当にこの ステイホームというのがはあの、ステイホームっていうね、そういう習慣になったときにほん、本当に一番最初に、 もうクラシックのファンの方たちのために何かをしようと思ってたのが、多分ん平と鈴木雅人君、2人がやっぱりもう、雅人、ねうん、は1日おきにインスタグラムで30分の番組をやってて、浩平、ねうん、は本当に毎日やってたじゃないですか、ごいなと思った。いやいやいや、あのー、でもね、毎日続かなかったっていうかね、そうそうそう、こんんでもそういうふうにちゃんとやるって言って、うん、その。 お客さんにこうやってクラシックの生のコンサート来れないけどこういうふうに繋がることができるよっていうだけの。そうですね。だからこう。だから演奏会がなくなって悲しいのは僕ら演者もそうですけど、うん、お客様も一緒だし、あとまあもちろん主催者の方とか、うん、かかってる全ての方がもちろんそうなので、うん、まあ一応お客さんのことを考えたときに僕らも辛いけどお客さんも辛いって思ったときになんか一日一個 夜9時にここに来たら何か楽しみがあるっていう楽しみを提供できたらいいななんて思って最初始めたんですね。う,ーんうん、いいですね。いや、でもすごく素晴らしいので、で昨日の配信も僕、実はちょっと見てたんですよ、浩<あ>平んの。ありがとうございます。自分の番組もありながら、ちらちらちょっとね、そっちも。ありがとうございます。そして皆さんにあのやっぱり伝えておきたいのは、その上野くんのウェブサイト、いろんな、うん、ね、で いろんな活動のことが書いてあったりとか、次のライブ配信がの情報など、あとはコンサート、そして CD、そしてレブサックス YouTube チャンネルなどなど、電車にまつわることとかがたくさんあるので、うん、ぜひぜひ上野くんの見てください。このホームページもねあの、すごいこだわって作ってもらって、うん、わざわざ野、ね、の路線図になってこれ,これがすごくかわいいなと思った。そうそう デザイナーさんに作ってもらって、この写真もわざわざ上の駅まで撮りに行って。<ー> <laughs> それいいですね。凝ってるね。上これでねさっきの、さっきのクイズでね、はい、100点満点じゃなかったらちょっとね、もうホームページの写真変えるしかないよね。なんちゃって鉄道じゃね、しょうがないもの。 すごいです。えっ、ー、と、たくもう本当にね、涙くっていうぐらいね、ねコメントがたくさんがあるんですけど、えっ、ー、と、はい、まあ、いろいろとあり,ありがとうございますというようなコメントがたくさん入ってまして、ね、あの上野くんのこと見てますって。ありがとうございます。あ、鬼窪さん。鬼 <laughs> 窪さんもありがとうございます。いや、でも、こういうふうにたあの配信をやっていることによって、それでたくさんの方とね、今までコンサートに 来たことない方とかと繋がれるっていうのはすごく。そうなんです。あの、うん、それこそ、め、えっとね、先週の水曜日に、配信小屋っていうオンラインのコンサートをやったんですね。うん,うん,うん、うんで。それは90分ぐらいのステージをー、うん、生中継で、チケットうん、うん、1500円を取って聞いていただくという取り組みだったんですけど、その時に、だから、今までコンサート、あの、聞いたことないっていう方が結構いらっしゃったんですよ。 だからこれってやっぱりこうやって配信とかねインターネット上でこう発信してあなんか面白そうってちょっとでもこう足を踏み入れてくださった証拠なのかなと思ってすごい嬉しかったですねいいですね、うん、さて番組もあと4分ぐらいしか残ってないんですけど、はい、もしかしてそこら辺に楽器とか置いてあったりしますかあ見せていただけるとすごく嬉しいなと思うんですけどすなんか楽器のこだわりとか、はい、あいいですね それは楽器はどこの楽器ですかこれ僕はヤマハです。ずっとヤマハを使ってます。なんかこだわりありますその楽器の特徴とか。僕のこだわりはいかに楽器と自分の距離を縮めるかですね。うんう,んう,ん、うん、うん。だからこの楽器を操るっていうことにあの えっと、力を注いでしまわないことが大事かなと思っていて、あくまで自分の中にある歌心だったり、音楽を、このサクソフォンっていうのを通して音にする。その時にこの楽器を吹くのが大変だったり、難しかったりしたら、やっぱり良くないので、うん、いかにナチュラルに吹けるか、ということを一番大事にしてますうんうん、うん。もう体の一部っていう感覚ですよねそす。そうです。楽器を飲み込んで吹くっていうようなイメージです。うん、おー。うん、なんか、 今、それを今考えたら、すごくあんまり飲み込みたくないなと思ったけど、でもイメージね。<laughs> イメージイ<の>イメージイメーージジだけね。飲み込んだら痛いですよ、結構。うん、なんか、<laughs> なんか弾いてください。<laughs> せっかくだ。いいですよ、いいですよ。ちょっと音割れしちゃうかもしれないけど、うん、大丈夫かな。あちょうーん。 きれこれ全然音割れしてないよ。あ、本当ですか。うん、これはあの、うん、名鉄のミュージックホンという鉄道の音です。はい。結局全部電車にね、はい、繋げるっていうね。すごくいいと思う。すごくいいと思う。そしたら <laughs> そしたら今度その日本のだけじゃなくて例えばロンドンの電車の駅とか、はい、駅電車とかのもちょっと知ってもらい,たい。 あとは他のアジアの電車とかもさ、はい、ヨーロッパとかの電車もちょっとそれにもハマってもらいたいなそうヨーロッパの鉄道ちょっと、ね、あのハマりそうです今、うんうん、ハマったら恐ろしいですどねいやもう世界が広くなるプラスねこの次の6年間は世界の上野にならなきゃいけないってもう決心してあるんだったらちょっと、うんはいね、日本のね電車だけじゃダメでしょううんそうなんですまずは模型を買う どこからかなとからなとねいやいや、でも本当にすごく楽しいあの会話ができて、ね、で、本当にらこそスね、もうパイオニアだから今、上野くんは。サックス頑張ります。そして、ぜひぜひクラシック音楽といったらサクソフォンだよって言ってくれる時代を作ってください。うん、ありがとうございます。ぜひ今度、デュオしましょう、サックスで。あ、いいですね。やりましょう。ね、それ、いいアイディア。やりたい、やりたい。 あとはねまだね実はあのオーケストラのコンサートで共演してないからそうですねでもねあのコンチェルトとかをやりたいと僕は思っていますぜひよろしくお願いしますそれではえっとたくさんの方たちもすごく長い時間見てくれて本当にありがとうございますそして上野君えっともう楽しい時間本当にありがとうございますそれでは皆さんおやすみなさいありがとうございましたありがとうございましどうも Thank you for watching. Please remember to subscribe.